中西元は、日本の CI 戦略コンサルタント。兵庫県神戸市生まれ。兵庫県立長田高等学校、桑沢デザイン研究所を経て、早稲田大学第一文学部美術専修卒業、早稲田大学大学院芸術学中退。在学中に、総合大学にこそ、デザイン教育の拠点を設けるべきと、早稲田大学デザイン学部設置への試案を発表。また、 浜口隆一と、我が国最初の経営戦略デザイン書、デザインポリシー、企業イメージの形成を強調。大学時代は、デザインとマーケティング、経営学などの境界領域の研究に注力する。1968年株式会やしパーキングエリア OS 設立。経営者に理解される、デザイン理論の確立とデザイン手法の開発をテーマに、 研究と実践を重ね、現在までに、約100社の CI ブランド、事業戦略デザインなどを手掛け、多くの成功例と代表事例を世に送り出す。1980年ペイオスニューヨーク、1985年ペイオスボストン設立1995年ペイオス、北京設立1997年ペイオス上海。 設立1997年4月ハーバード大学スタンフォード大学ビジネススクールのテキストにペイオスが事例として取り上げられ記念講演に招かれる1998年株式会社中西元事務所を設立しペイオスをマザーブランドとするオープンシステム化バーチャルカンパニー化とともに講演執筆 コンサルティングなどの個人活動も推進。1998から2000年、グッドデザイン省制度の通商産業省主催からの民営化にあたり総合審査委員長として改革を推進。2000年株式会社ワールド、グッドデザインを設立し、新しいデザイン運動かつビジネス戦略の構築を推進。2004から2008年3月はせ田。 大学戦略デザイン研究所客員教授。2006から2010年和稲田大学広報室参与。2010年福丹大学客座教授。2010から2018年ストラムド主催。2018年東方設計大学栄誉教授。中西元を実験人生略歴。ありがとうございます。